俺そういう人と付き合いたい。まず一人で来る人。優しいやん、絶対に。ちょっと今日は贅沢して250円みたいな。めっちゃ可愛くない？可愛い。一人でさ、飯に行けない人っているじゃん。うん、お前行ける？行ける。行けないでしょ？行けるよ。一人で付き合うとか行けない？付き合う、行けるよ。嘘つくなよ。だって一人でネギシとかやっても、一人で寿司三昧とか余裕で。あ、マジで？うん。じゃあ大人だったね。うん、大人っていうか高2ぐらいからやってる。え、高2から？うん、高2からお前一人でどこ飯食ってたの？だから仕事の合間とか、仕事にちょっと時間がある時とか。あー、そっか、こいつ高2の頃からもう混ぜてたんだ。そうだよ。そうだ、ただのガキじゃねえわ。ダリーは渋谷の寿司三昧で一人 でおばちゃまに話しかけられたりしてた。なんか新しいこと始めたいな、なんかその趣味的な。今 おばちゃまでポケモンやりたくなった。ポッチャマ。おばちゃまからポッチャマ想像してポケモンやりたくなった。何それ、なんでそれ俺気づけんの。普通によくわかったね。最近ちょっとわかりすぎてやだ、あやのことが。じゃあ今何考えてるでしょう。あ、はい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 、あ、わかった。何でしょう。世の中からアンチがなくなって平和な世界になればいいなと思ってます。ブブー、正解はアンチは消えないだろうなでした。うわ、嫌な考え。嫌な考えだし、寿司食いながら、寿司のレーン見ながら嫌な。